そう、昨日ジムで頑張ったので、今日はちゃんとしっかり食べようと思います。栄養補給するのが大事。なんかすげえ席に通されちゃいました。鳳凰と龍を見ながらランチです。今日のランチはしっかり餃子で栄養補給です。まあ、昨日かなり筋肉を追い込んだので栄養とって筋肉つけたいと思います。美味しそう。はい、完食。いやー、今日も美味しい餃子でした。今日もってから、いつも美味しいんだけどね。うん、これが筋肉に変わってくれることを祈っています。さあ、今日も相変わらずの変わらぼっちですけど、今日は品川出勤日なので、品川変わらぼっちです。なんか水位が多いんだけど、気のせいじゃねえよな。さあ、今日は、このね、アマゾンでお買い物しました。で、まあ開封するわけじゃないですけど、まあ、これ仕事で使うものをアマゾンで買って持ってきてるわけですけども、結構話してて前に驚かれたものなんですけど、まあアマゾンで買ったものを家に配送するっていうのは、みんな当たり前のことに言ってるんですけど、アマゾンってコンビニ受け取りできるじゃないですか。なんで、会社で使うものを、まあ、家から持っていくのは面倒くさいということで、せっかくコンビニで受け取れるんだから、会社のそばにあるコンビニに送って、通勤するときとか、お昼休みとかに、コンビニ受け取りして持っていけば、まあ、持ち運ぶ手間が省けるし、ね、会社には行かなきゃいけないんで、受け取ることができるじゃないですか。なので、まあ、出かける手間も省けるし、持っていく手間も省けるしっていう意味で、会社に使うものは、会社の近くのコンビニに送ってます。まあ、場合によってはね、会社で受け取れるような人もいると思うんですけども、なかなか私物会社で受け取れる人もあんまりいないかなと思って、これはすごくおすすめです。なので、会社で使うものは家から持っていくんじゃなくて、会社のそば、ローソンとファミリーマート、セブンはどうだったか覚えてないですけど、まあ、大体の都市圏の、ファミマローソンであれば、受け取りはできると思うので、まあ、それをぜひやってみるといいと思います。家から持ってくるのも結構、ね、邪魔なんでね。なので、これを同僚に話したら、もう、まあ、頭いいなとか、なんか、いやいや、普通に考えろとか思いますけど、まあ、こんなことができるので、皆さんもぜひ活用してみてください。というお話でした。はい。